初代レスター伯、ロバート・ダドリーは、イングランドの帝神、貴族。初代ノーサンバランド公、ジョン・ダドリーの逸尾。チューダー朝最後の女王エリザベス一世の長身であり、一時は女王の愛人となり、結婚も取り沙汰されていた。1564年に、レスター伯爵に除された。エリザベスの宮廷で、初代バーリー男爵、ウィリアム・セシルと勢力を二分した。 対スペイン主戦派であり、1585年から1586年に、かけてはネーデルランと反乱軍の援軍の指揮を取ったが、戦果は上げられなかった。1533年に後にノーサンバランド公に、助される帝神ジョン・ダドリーの逸尾として生まれた。1550年に、ノーフォーク王子主の女子相続人にエミーと結婚する。 1549年以来国政を牛耳っていた、父は1553年にカトリックのメアリー即位を防ぐために、ジェーン・グレーを擁立するも、メアリーに敗れて、退虐罪で処刑された。ロバートも父に協力したため死刑判決を受けたが、1555年には、赦免された。1558年に、プロテスタントのエリザベスが即位すると、直ちに締め頭に取り立てられ、 翌1559年には、数密古門館に列した。女王の寵愛を受け、やがて女王と愛人関係となり、結婚の噂も立ったが、1560年の妻、エイミーの事故死をめぐる疑惑で女王との結婚は、困難になった。1564年には、レスター伯爵に除されるとともに、ケニルワース女王を与えられた。宮廷内では、初代バーリー男爵、 ウィリアム・セシルと対立する派閥の領収だった。1569年には、ハン・セシルの立場とスペインに自分と女王の結婚を認めてもらおうという意図から、第4代ノーフォーク校、トマス・ハワードとメアリー・スチュアートの結婚計画に協力したが、計画が女王の不況をこむると手を引いた。外交面では、対スペイン主戦派であり、平和派のセシルと対立した。 1577年のドレークの世界一、就航会も、セッシルが消極的だったのに対して彼は積極的に支援した。しばしば女性問題で女王の激凛に触れた。特に1578年に、レティス・ノールズと再婚した時の女王の怒りは、激しかった。1585年にはスペインに対抗する、ネーデルラント反乱軍の援軍の指揮官として、 派遣されたが、女王に、無断で、レーデルラント総特色を引き受けたことにより、女王の不況を買い、さらに指揮官としても無能だったため、1586年には、召喚された。1588年夏には、テムズ川川口で、スペイン無敵艦隊来襲に備えたが、開戦直後に体調を悪化させ、同年9月に死去した。生存している。 着室男子はなかったため、死去とともに、爵位は消滅した。エリザベス女王には他にも長身がいたが、女王の中でダドリーほど大きな存在になったものはなかった。女王は崩御の時まで彼から送られた最後の手紙を宝物にしていた。女王の寵愛を傘に着て、王平な態度が多かったため、他の女王側近からは嫌われていた。演劇好きであり、 レスター博一座を創設したことでも知られる。1 0歳エミリーとの間に子供はなかった。5歳レティスとの間に唯一の着室男子を設けたが溶接している。レティスの前部の子である第2代エセックス伯爵ロバート・デ・バルーのジップはレスター博であるとも言われるが定かではない。また愛人ダグラス・シェフィールドとの間に非着室師として 探検家のロバート・ダドーリーを設けた。父の初代ノーサンバランド校、ジョン・ダドーリー1533年9月7日、定身ジョン・ダドーリーとその妻ジェーンの間の逸尾として生まれた。父は1549年に、ノーフォークで発生したケットの乱の鎮圧の指揮を取ったが、その際に、ロバートも父に従って従軍した。父が、 初代サマーセット公、エドワード・シーモアを失脚させて、県政を握った後の1549年から1552年にかけてと1553年には、ノーフォーク選挙区選出の庶民人議員を務めた。さらに1552年から1553年にかけては、バックハウンド管理長官を務めた。1550年6月には、ノーフォークの王子。主、 ジョン・ロブサートの女子相続人にエーミーと結婚した。1553年7月に、エドワード6世が崩御すると、父は、カトリックのメアリー王女の即位を防ぐために、ジェーン・グレーを女王に擁立した。ロバートもこれに協力した。そのためメアリー即位後に、父は、退虐罪で処刑され、ロバートも退虐罪で有罪となり、死刑判決を受けて、ロンドン島へ投獄された。 母ジェーンは、キャサリン・オブ・アラゴンに仕えていたためスペイン王室に、コネがあり、そのコネを使って、メアリー女王の夫になったアストリアスコフェリペに、息子たちの赦免を働きかけた。そのおかげで1555年に、兄のジョンを呼び、アンブローズと共に赦免された。プロテスタントであったが、自分の除名運動に尽力してくれた、フェリペ2世への恩返しのため、 1557年8月に、メアリー女王が夫フェリペ2世のために派遣した、初代ペンブルック伯爵、ウィリアム・ハーバート率いるイングランド軍に兄弟と共に参加し、三寒誕の戦いで、フランス軍と戦った。エリザベス女王とレスター伯の肖像画ダドリーは、メアリー女王時代に、エリザベス王女が、経済的に困窮していた時、土地を売って、 彼女を助けたことがあった。また、エリザベスと同じ時期に、ロンドン島に投獄されていたため、エリザベスと彼は親密だった。そのため1558年に、メアリー女王が崩御して、エリザベス王女が、エリザベス一世として即位すると、直ちに締め頭に任じられた。ダドリーは、エリザベス朝で最初に感触を与えられたものだった。翌1559年には、 数密顧門官にも任じられ、さらにガーター勲章を与えられた。シュムヤタマは、高額な年収がある上、宮廷内に住居を与えられて、常に、女王の側近くに仕える役職だった。エリザベスは、女王の馬を管理するダドリーを伴って、毎日のように乗馬に教授、二人はやがて、愛人関係となった。女王が、外国の王族と結婚する。 可能性が最も高かった1560年前後に女王がこれらの縁談に見向きしなかったのはダドリーの存在があったからだと言われている。しかし女王の寵愛を受けて急速になり上がったダドリーはライバルの敵外心を招いた。特にイングランド最大の貴族で当時唯一の公爵だった第四代ノーフォーク公トマス・ハワードがダドリーと鋭く対立した。 ノーフォーク湖は、女王とハプスブルク家の縁組が決まらないのはダドリーが、女王の夫に収まるべく妨害しているからだと、公然と批判し、ダドリーに対して、うぬぼれと、僭越な行為を止めなければ、ベッドで死ぬことはできないと脅迫したという。1560年9月、妻エイミーが、階段の下で、首の骨を折って死んでいるのが発見された。この件は、事故死として処理されたが、 ダドリーはかねてから女王との結婚のために邪魔な妻を殺害しようとしているのではないかと噂されていたので暗殺説が広く出回った。この噂の広まり顔を引いてエリザベスと彼が結婚することは困難になった。結婚が難しくなったことへの穴埋めのようにエリザベスはダドリーへの長愛を強めた。1561年夏には白生地の輸出税の一部が ラドリーの懐に入るよう措置が取られた。さらに1564年には、レスター伯爵に除されるとともに、ケニルワース女が与えられた。レスター伯位が与えられたのは、彼と結婚させることで、スコットランド女王、メアリー・スチュワートを操ろうと、当時エリザベスが目論でおり、女王の夫としてふさわしい称号を与えておこうとしたためと言われる。しかしこの計画は、結局、 メアリーが、ダーンリー卿ヘンリー・スチュアートと結婚したことで、水泡と返した。性的の初代バーリー男爵、ウィリアム・セシル1560年代に描かれた、レスター博の肖像画レスター博は、エリザベスと彼の結婚に強く反対していた、国王秘書長官、ウィリアム・セシルと対立を深めていった。レスター博の推進で、1562年から、 その翌年にかけて、ユグノウエンジョのフランス出兵が実施されたが、セシルはこれに強く反対した。結局この出兵は失敗したため、セシルのレスター博に対する優位が確立された。しかし、レスター博はその後も、女王の寵愛を受け続けたため、宮廷内で、セシルと県政を二分する派閥の領収であり続けた。どちらかといえば、セシル一派は、セーム。 レスター博一派は、宮中でそれぞれ、重きをなした。レスター博は、プロテスタントのパトロンであるかのように振る舞うことも、あったが、エリザベスとの結婚実現のためには手段を選ばず、スペイン王フェリペ2世に、もし自分と女王の結婚を認めてくれたら、カトリック教会をイングランドに復活させるなどという、申し入れまでしている。一方、ノーフォーク公や、第十九代、 アランデル博ヘンリー・フィッツ・アラン、第六代ウェストモーランド博、チャールズ・ネビルラ・カトリック貴族も、平民出身で、プロテスタントのセシルが、女王におもんじられていることに不満を抱いていた。こうしたカトリック貴族の反セシル勢力は、1569年春から夏にかけて、スペイン大使と共謀して、ノーフォーク港とイングランド亡命中の元スコットランド女王。 メアリー・スチュワートの結婚を画策した。レスター博も、セシル・ハイジョとスペインに自分とエリザベスの結婚を承認してもらう目的でこの計画に関与した。この計画の推進者の中には、エリザベスハイとメアリー即位につなげることを狙う者も,もいたが、表向きこの計画は、エリザベスの王座を守るために、メアリーをカトリックの陰謀から切り離すためのものであった。 レスター博はこの計画を女王に相乗して同意を取り付ける役目を自ら買って出た。しかし相乗のタイミングを見計らっているうちに計画の噂が宮廷中に広まってしまいエリザベスはその計画に不快感をあらわにした。1569年9月には宮廷の緊張が一気に高まった。危険を感じたレスター博は 病気を理由に出資を中止することで計画から身を引いた。そして、女王の見舞いを受けた際に計画をすべて告白した。これにより、計画推進者たちは厳しい取り調べを受けることになり、ノーフォーク港もロンドン島に投獄された。反発した北部カトリック貴族の第七代ノーサンバーランド伯爵トマス・パーシーとウエストモーランド伯は、 北部諸公の乱を起こすも、あっけない失敗に終わった。カトリック貴族勢力の壊滅により、セシルの立場は強化されたが、その後も、女王のレスター博長愛は続いたので、レスター博が失脚することはなく、セシルとレスター博の対立は続いた。ネーデルラント問題をめぐっては、レスター博は、フランシス・ウォル・シンガムと共に、対スペイン主戦派となり、 平和派のセシルと対立した。この問題について女王は、はじめ、セシルの助言を入れて、スペインとの戦争には踏み切らなかったが、1585年には、レスター博の意見を入れてネーデルラント反乱軍を支援することになる。1577年には、セシルが慎重だった、死略戦船,船長フランシス・ドレークの世界一周就航に、 ウォルシンガムと共に投資を行っている。1584年には命をかけてエリザベス女王を守るというプロテスタント同盟の締結に貴族院議員として主導的役割を果たした。レスター博は死去まで女王の寵愛を失わなかったが、しばしば女性関係で女王の激凛に触れることがあった。1573年には第2代。 シェフィールド男爵ジョン・シェフィールドの未亡人、ダグラス・シェフィールドとジョージを重ねて、エリザベス女王を激怒させた。さらに、翌1574年にはその妹、フランセス・ハワードとも恋愛関係になった。女王の機嫌を損ねるのを避けるため、この時には結婚しなかったが、レスター博も、正規の結婚をして子を設けて、爵位を継がせたいという思いはあった。 1578年春に、初代エセックス伯爵、ウォルター・デバルーの未亡人レティスを見ごもらせたため、彼女と再婚した。女王に秘密で言ったが、秋には、女王の耳に入った。女王は怒り狂って、レスター伯を処刑してやると絶叫したが、バーリー男爵、ウィリアム・セシルに、進化が、女王に、内緒で結婚したというだけで処刑にはできないと、諌められている。 翌1579年になると、女王の怒りも落ち着いたようだったが、レスター博再婚の事実は女王を苦しめ続け、レスター博と女王の関係が完全に元通りになることはなかったという。1586年のデンハーグでのレスター博のパレードを描いた絵画1585年9月にエリザベスは、パルマ公爵、アレッサンドロ・ファルネーゼ率いるスペイン軍に追い詰められる。 ネーデルラント反乱軍の支援を決定した。その5000人の派遣軍の総司令官に、レスター博が任じられた。この任命に際して、レスター博は、女王から、ネーデルラント統治を委ねられるような地位については、ならないと言命されていた。12月に、ネーデルラントに着任したレスター博は、そこで大歓迎を受けた。そして1586年1月11日には、 ネーデルラント中央議会から総督職を受けるよう要請された。レスター博は女王の命令もあって一度は瞬秋にしたものの結局1月24日に命令に背いてこれを受け入れた。25日にはデンハーグで戴冠式のごとき総督職就任式を行い、ネーデルラント連合政府代表者たちはレスター博に忠誠を誓った。女王はこれに激怒し、 すぐに総督職を返還するよう命じた。レスター博はやむなく3月14日に中央議会に総督職を返還した。この騒ぎでレスター博の権威は落ちイングランド軍の士気も低下した。またエリザベスがパルマ港と水面下で和平の道を探っているという噂も広まってオランダ軍からも不審の目で見られるようになった。 さらに、イングランド軍は、腐敗が、凄まじく、いくら資金をかけても指揮官が横領して、懐に入れてしまうありさまだった。このようなイングランド軍と、ネーデルラント反乱軍では、パルマコの軍を止められず、レスター博は、敗戦を繰り返した。1568年9月にはスペイン占領下の、ズートヘ編を包囲することに成功したが、この戦いで、 レスター博の追いにあたるフィリップ・シドニーが重傷を負い、その傷が原因で後に戦死している。女王は8月にネーデルラントに派遣した数密顧門官トマス・ワイクスの報告で、レスター博の高圧的な態度と資金不足のためにイングランド軍の指揮やネーデルラントとの同盟関係は崩壊の危機に瀕していることを知った。その報告を受けた女王は、レスター博に 将軍の才能はないと判断し、1586年9月に、レスター博に召喚命令を出した。これにより、レスター博は、同年11月に、帰国の音についた。1588年にウィリアム・シガーが描いた、レスター博の肖像が帰国直後の1587年に、起こったメアリー・スチュアートの処刑騒動をめぐっては、処刑に賛成し、 同じ君主を処刑することをためらう女王の説得に当たった。1588年夏のスペイン、無敵艦隊来襲危機に際しては、パルマ公爵軍が総司令官、シドニア公爵アロンソペレス・デグスマン率いる、無敵艦隊と合流して攻め登ってくるだろうと、予想されていたテムズ川の河口ティルブリー防衛の指揮を任された。しかし彼の出番はなく、 無敵艦隊は海戦に敗れて撤退していった。1588年8月末に健康を悪化させ、妻、レティスの下で、療養生活に入った。療養で、ダービーシャーのバクストンの温泉へ向かう、途中の同年9月4日に、オックスフォードのコンベリーハウスで熱病により死去した。女に、宝石コレクションを依存するともに忠誠を表明する、手紙を送った。 彼の不法に接した女王は、大変に嘆いたという。生存している、着出死はなく、その死と共に、尺位は消滅した。1572年頃に、ニコラス・ヒリアードの描いたレスター博、クリストファー・ハットン、トマス・ヒネイジ、ウォルター・ローリー、第二代エセックス・伯爵ロバート・デ・バルーなど、レスター博以外にも、女王の長身は数多くいたが、 そのうちの誰もレスター博ほど女王の中で大きな存在にはなれなかった。1603年に女王が崩御した時女王の枕元の箱の中には宝飾品と一緒にレスター博の手紙が入っていた。そこには次のように書かれていた。陛下の貧しき老いた僕がお手紙を差し上げます無礼をお許しください。陛下の恩味を案じております。お痛みは いかんかと心配しております。何にもまして私が祈るのは陛下がご健康で長生きされることです。私の方は陛下から頂戴した薬を未だ服用しておりますが、どの薬より効き目があり、陛下のおかげで少し回復してきております。温泉で療養し元気になりたいと願っております。陛下がお幸せで健康でありますように。 身を低くして、陛下のお足に接吻いたします。陛下のロイコットの古いお屋敷にて、木曜日、午前、これから旅に出ます。陛下の最も忠実にして従順なる僕、ロバート・ダドーリーこの手紙の隅に、女王は、彼からの最後の手紙と書いている。女王は放御する瞬間までこの手紙を宝物に、していたのだった。しかし、レスター博は、 女王の長愛を傘に着て、欧平な態度を取ることが多かったため、他の女王の側近や大臣たちから嫌われていた。額が広かったもののび男子であり、身長も6フィートという長身で容姿に恵まれていた。服装の趣味もよく、ダンスや乗馬などスポーツが得意だった。綺麗な黒目も特徴的で、エリザベス女王はその特徴から彼を、おめめちゃんとあだ名した。 父親譲りで肌が浅黒かったので友人からはジプシーと呼ばれた。また父も祖父も大逆罪で処刑されていたため女王から三代にわたる反逆の徒と呼ばれることがあった。天文学者ジョン d に指示したため天文学、公開学、地理に博識だった。語学の才能もあり数カ国語を話した。芝居好きでもあり、 1559年には一座を結成して女王から全国巡業の許可を得た。この一座は彼が1564年にレスター博爵位を受けた際にレスター博一座と改名している。この一座からは人気俳優ジェームズ・バーベッジとリチャード・バーベッジ親子が出た。レスター博の多情と無節操を風刺した。 レスター博のコモンウェルスというパンフレットが出回っていた。レスター博と最初の妻、エイミーを描いた、肖像が1550年6月に、ノーフォークの王子主、ジョン・ロブサートの女子相続人にエイミーと最初の結婚をした。しかし子供のできないまま1560年にエミリーは、事故死した。1573年には、 エフィンガムの初代ハワード男爵、ウィリアム・ハワードの娘で、第2代、シェフィールド男爵ジョン・シェフィールドの未亡人だった、ダグラス・シェフィールドと愛人関係になり、彼女との間に必着室し、ロバート・ダドーリーを設けたが、ダグラスとの結婚は認められなかったので、この子供は必着室子であり、爵位継承権はなかった。1578年春に、初代エセックス伯爵、 ウォルター・デ・バルーの未亡人レティスと再婚した。レティスは、エリザベス女王の母方の重子の娘にあたる。彼女との間に、唯一の着室子デンビー男爵ロバート・ダドーリーを設けたが、この子は溶接した。なお、レティスには、前夫との間に、第二代エセックス伯爵ロバート・デ・バルーがあったが、この第二代エセックス伯のジップは、レスター伯だとする説がある。 1564年9月28日に以下の借位を新規に延ブされた。1564年9月29日に以下の借位を新規に延ブされた。ありがとうございます。